先日 GS4 の冬ドラマが配信され、一連のドラマシリーズが完結しました。見ていてキュンとなるというよりは、仲良しグループ外とのキャラの、意外なキャラ同士の会話に、微笑ましかったりニヤニヤしたり、時にはちょっと違和感を感じたり、いろいろと楽しめました。私は夏のドラマが一番お気に入りです。今回は7つ森くんの会話が印象的な4つのエピソードを紹介します。7つ森くんの先生っぽい振る舞いが微笑ましいエピソードです。3倍返しって難しいよな。だいたい何の3倍だよ。さっさくん。ヒイラギ、いいとこに来た。相談に乗ってほしいんだ。ええ、僕にできることでしたら。3倍返しってどうすればいいんだ？定義がわからなくてさ。3倍返し？ごめんなさい。一体何のことでしょう？教えようか。3倍返しの作法。もう7つもり！お前、この手の作法は熟知してるんだろ？作法なのですか？僕にもぜひお願いします。 OK。 じゃあまずはバレンタインにもらったものを思い浮かべる。できたか？ええ、しっかりと。こっちも大丈夫。それで今どんな気持ち？サクサクと軽くて、でも黒糖の甘みが濃厚で、とても幸せです。うん、俺はチャンピオンフラッグを渡してもらった気持ち、もうなんかウッキウキだったよ。その気持ちをそのまま相手にお返しするんだ。すると、あら不思議、3倍返しになっている。なるほど。七つ森、俺もう一回店回ってくれ。はい、僕もこの気持ちをそっくりそのままお返しできるものを探してきます。グッドラック。さて、俺も行きますか。あの子にもらったこのあったかい気持ち、そのまま返してやんないとな。次のエピソードは3人とも同じ女性、つまりマリーのことを想像して話していますが、全員あえて誰のことかを言わず話が進むのが面白いです。うん、あのお客様どこかで。ああ、君は幅学の風間くん。やっぱり大成先生でしたか。少し雰囲気が変わりました。よ、カリスマ店員。七つ森、何か言おうかよ。クリスマスギフトの人気リサーチ。こいつ七つ森です。幅学生。大成先生はうちのクラスに教育実習でいらしてたんだ。はじめまして、大成先生。七つ森です。はじめまして。ていうか、俺も先生じゃないから。あ、失礼しました。これ、どうですか？うん。七つ森くんはセンスが良さそうだから、それもらう。ルームシューズですね。人気高いですよ。コーラルブルーも一番出てる色。このチョコミントっぽい色、そんなに人気なのか。はい、若い女性には特に。高校生の女子には？若い女性に含まれるでしょうね。プレゼントをしたい相手の情報をもう少しもらえれば、もっとアドバイスできますよ。相手の情報ね。流行に敏感でセンスがいい。でも流行だけじゃなくて、自分をしっかり持ってる。ええ、よくご存知で。チョコミントアイス好き。え？あ、先生の彼女
チョコミント？彼女？まあ俺は好きだよ。ありがとうございます。スイーツ好きに悪い人はいない。あの先生いい人かもな。次のエピソードは七つ森くんが他愛のない賭けを楽しむ様子がいいです。今日はここまでだ。じゃあまたな。あんたも一人？今んところは。いや、あんたの周りっていつも賑やかだからさ、きっとこの後人数増えそう。お？珍しいコンビじゃないか。な？なんだよ、この招かれざる客って感じ。そんなことありません。ただこの人のいるところはみんなが集まるって言ってたんで。なるほど。そんで俺がホイホイ現れたってわけかよ。恥ずかしいじゃねえか。ああ、でも想定してた人物とは違いました。まさか三影先生だとは。来る来る、俺はフットワーク軽いのが売りだから。笑ったな。最初は七つ森、それで俺だろ。次を当てようぜ。いいですね。勝った人が食後のデザート独り占めで。こりゃ負けらんねえな。それを言うなら三影先生も十分目立ってますよ。そうか？まあいい、それも次に来るやつが誰かでわかるだろう。ええ、ほらあそこ。おい風間、こっちこっち。はい、そういうことで決まりですね。だな。エピソードです。ん？何？急に。っていうか今さら。変なの。で、そんなに土産ロックオンされると俺も困るんですけど。あのね。わかったか？はあ、俺たち何やってんだろう。はあ、恥ずかしい。さ、見つめ合いはほどほどにして、楽しく下校しましょう。